これ痛いと思います。はい、はい、あ痛い。落ちたというか、うん、あーいいですね。この辺全然変わりましたね、うん、入りが良くなった、うん、さっきこれはもう痛いと思ったんですよ。全然痛くないです。痛いね。もう少し触るだけでも痛い、うん、なんかちょっとそこら辺も痛くて、うん、あやっぱりね動かないもんね。痛いね。今だと首がだいぶこう動きが良くなった、ね、うん、そうですね、よかったよかった。まだね、まだありますよね、これはね。でも全然、うん、まあね、できなくないですもんね、うんうん、今日も長丁場になりましたね。いや、とんでもない負担。いやいやいや、でも今日足もやれたし、ね、だいぶもう、だいぶ全体的にほぐれそうでよかったですね。え、そこも全然違います。ね、だいぶいいね。うん。うん、さっき全然指入んなかったから。今って入ってます？入ってます、入ってます。うん。あの、あ、ここら辺はデリケートなんだろうなっていうのは思うんですけど、でもあのさっきみたいなもう完全拒絶みたいなのはないので、ね、すごい、まあ、加減すればできるなっていうぐらいな、うんうんうん、そうそうそう、この辺とかも ね、 ね、さっきこれでも痛い痛い痛いってなってたから、だいぶ弾力が出てきて、不思議な感じです、うん、はい、そうですね、だいぶね、あの、うん、フィットするというのかな、うんうん、あのベッドに対して浮いてる感じがなくなってきたんで、ねね、うん、左の方がやばいんだね、やっぱね。右はだいぶ取れたんだけど、左の方がまだやっぱり硬さが、比べるとね、まあ、こっちもよくはなってるんですけど。でもあと走行的には問題がないですね、うんうん、あの凝ってるけど、ね、あのゴリッと止まるところがあるわけではないの で、 そうです、ね、なんか凝ってないみたいな状態になってみたい。おっしゃってますね。そりゃそうだよね、やりたいよね。やってみたい、どんな感じなのみたいな。そうですよね、まあ、まあやっぱ軽いっすよね、なればね、動きが何も妨げるものがないような感じで、痛いね。そうやっぱそういうとこがやっぱ痛いんですね。そうですね。まあ、お城はね、一番こう頭の重みをダイレクトに支えるっていうか、そこたまにこうやって指乗せてこうやってやるんですけど、はい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 、痛くてめっちゃ、そうですね、痛くて。この辺もちょっともうあんまりね、うん、かんない感じないですよね、うん、だろうなって思った。痛いとかもわかんない、もう入んないもんね。ちょっと感覚出てきましたかね、うんうん、ここら辺が無理って、うんうん、そうね、こ
だったら、どうしたら一番、あ、こうかな。これ、こういうのができてますかね。うん、もう少しお顔左に向けるように。そう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 。うん、もうすぐ全然。これでね、やっぱこう、うん、今、歪んでる。まあ、腰の緩みかな。変わってきましたよね、うん、入ってる感じ、入ってますね。だね、感じなかった、そうところが、やっぱりね、右肩の方はまだ下がってて、左がまだ上がってるんだよね。その左肩の上がってるのをちょっと直していきたいというか、ね、思うので、はい、これ痛いと思います。はい、はい、あ、痛い。もうね、ちょっと持った時点で、ああ、これは痛いなってありました。こっちはね、全然ないですよね、うん。こっちがもう、この時点でもうちょっと突っ張ってますよね。何、うん、です痛いね。硬いんですか？硬いです。あの、ちょっと肩が、うん、まあ、すごく上がってるのもそうだし、うん、それをちょっと下げようとするので、痛いんですよね。詰まってるっていうのもあるし。肩ね、はい、すぐ前に出るからなんですよね、うん、でもちょっとさっきより痛くないですね、うん、はい、ちょっと緩んできました。まあ胸の筋肉が張ってるっていうのも大きいですね。ないね、うん、動きというか感覚ですよね。絶対しないですもんね。しないしない、できない気が。多分そうですね、自力では難しいと思う、うんうんうん、抑えても、あ、でもこれでかなり緩んできましたね。はい、すごい、その凝りはしょうがないです。ちっちゃいのはね、あ、まあそう、ちっちゃいのはね、でも大筋で取っていくのがまず大事なんで、うん、そうだからね、多分そのもうすごくね、使う抱っことかっていう大きな重いものをギュッと持つっていうので、ギュッ、まあ、筋肉はやっぱりたくさんつきますし、ね、そうな、あのね、筋肉がたくさん塊についてると、うん、やっぱりこう持ち上がっちゃうっていうのもあるんですよ、まあ、この引っ張れるというか、まあ、収縮もそうなんですけど、こう脇回りとかにもこう肉が、うんうんうん、高くなるじゃないですか、はい、そうするとピタッとつけにくくなりますよね、うん、なります。そうだから割とこう肩が上がった状態がキープされやすいっていうか、自分では力抜いてるつもりでも肩が上がってるっていう、お、下ろしきれないんですよね。できないんだ。そう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 、まあ柔らかい筋肉であればついてても大丈夫なんですけど、やっぱり使ってそのまんま、ああ終わったってなるじゃないですか。だから意外とその力が抜けきらない状態で固まってるんでっていうとこですね。そう、だから質が悪い筋肉がついちゃうと、うん、さっき言ったようにいかつい腕周りとか肩がこうもりもするという感じです、うん、ちゃんとこうストレッチとかしておいて下げるっていう習慣があれば、うん、そこまで癖づかないんですけど、やらないと下がることがないの で、ね、上がったまんま定着っていう感じですね。おお、痛い。いやー。
か、そうだ、なんかね、そもそも休みは取っちゃダメで。ああ、そうなんだ。4月に。ぜひ4月にどうにか。まあでも、だいぶだいぶ、その辺の、うん、最初にあった目立ったものっていうのはだいぶまあ、ね、うん、できたなと思うので、まずそして体が暖かくなってますので、うんうん、本当にそうそうそう、手も暖かいし、そうそうそう、先も暖かい、やっぱりしっかり血流がね、滞りなくいくようにしてあげるっていうのがやっぱ睡眠にも健康にも必要なことなので、うん、そうですね、そこがまあ良くなったことでだいぶ過ごしやすくなるっていうか、まあ、眠ったりがちゃんとできるとか、うん、でまあ、ちょっとやる気が出たり体が動かしやすくなったことで、うん、運動習慣ですとか、そのまあさっきお伝えしたような防寒対策ですとかっていうことにもちょっと力を入れていただいたら、そうですね、だいぶその日頃の疲れだったりとか、はい、良くなるのかなと思います、うん、はい、じゃあ起きてみていただいて、はい、はい、塊叩きますね、もし本当に遅くなってる、張ってたんですけど、うんうん、それなく動かせ、あ、はい。